皆さんこんにちは、ゴーライダーです。本日は白川郷に行こうと思います。よろしくお願いいたします。シールドをですね、シルバーシールドにするおかげでやっぱりね、トンネルはねかなり怖いですね。明るいところだとね全然 OK なんですけど、あとさっきも言ったようにこの車の方がねライトをつけてくれるとすごく見やすいんですけど、たまにねライトをつけ忘れてる方がいてですね、そうなるとねすごく車間距離がねわかんないんですよね。だから非常に怖かったですね。まあ体験して分かりましたね、そういうのは。シルバーシード、シルバーのねこのシールドは僕は最近変えたばっかりなんですよ。まあ特にね日差しとかがねやっぱりこう軽減されてねとてもいいんですけど、トンネルとか暗いところはやっぱりちょっと危ないですね。高速だからで、ね、高速の場合はねなかなかシールドを上げるってことがやっぱりちょっとできないですので、怖いから。やっぱりスピードが乗ってますとねやはりすごく怖いですね。だからスッとシールドを上げることはちょっとなかなかねできないんですよね。いやー怖い。なんであれなんですね、まだここねトンネルがやたら多いんですよね、次から次へと。いやーそれとですね横風とかはねやっぱ怖いですよね、高速の場合は。さっきもちょっとねカットンで走ってたんですけど100キロぐらい、まあ100キロだからカットンでっていう言い方は変かもしれないですけどね、バイクの100キロはねものすごく怖いですよね。もう風の当たるね体感がねちょっと尋常じゃないですね。車では考えられん感じですね、やっぱり。それぐらいやっぱりね高速に乗った時のねバイクはねちょっとあれですね、100キロを超えると相当怖く感じますね。ただ100キロなんてねそうそう出すことはなかなかできないので、やっぱり高速は魅力は魅力なんですよね。やっぱりね自分のバイクはこのバイクはね忍者250なんですけど、250でもねなかなかどうして100キロなんかあっという間に出ますよ。ただね忍者ねなんかやっぱり多分他の250と比べてもねちょっと軽い方なんですよね。その分ねやっぱりね高速だとこの安定感がちょっと足りないかなって気はしますね。今でもね横風とか吹くとね結構ねフラフラっとしちゃうんですよね。わお速いぜ。このね80から90くらいがね一番安心感がある。まあこれは俺個人なんですけどね、高速乗っとってもねあまり怖さを感じないんですけど、100キロをね超えるとねいやー怖いですね本当に。もっとあと少しで俺は出口ですね。せっかくね高速に乗ったのでちょっとスピードのある絵をと思ったんですけど、いやートンネルが続くとねちょっと厳しいっすね。ここのようなシールド開けれるかな、あーわかんない、やっぱりちょっと怖いですね。やっぱり開けれそうなんですけど、ちょっと今ね GoPro のねあれなんですよ、これのアダプターっていうんですかね、マイクアダプターがねついてるんですけど、そこにねちょっと触れちゃうんですね。すぐもう何回も音声とかもね飛ばしそうって言い方変ですけども、音がね入ってなかった時とか結構ありますんで、かまってしまうことで。あーもうすぐやっぱりちょっと出口ですね。あと 1.2 キロ、まあトンネル出てすぐみたいですね。迫力のある絵が欲しかったけど自分の中でもそうはねなかなか行けないですよね、やっぱり知らん道ですからね。おお微妙にね、トンネルの中はね車間距離がやっぱり分かりづらいですね本当に。よっしゃ降りますよ。お郡上八幡インター降りるのね、了解。よいしょ。
お、合流ですか、ここで。いやー、ゴールデンウィークなんですけど、今日はですね、金曜日ですね。まあ、今日ぐらいまでが晴れるみたいで、明日土曜日はね、雨らしいんですよね。だからね、今日は急遽ちょっと白川湖とか行ったことないので行ってみたいなと思ってですね、思い切って来ました。俺はまだどっかあれなんでしょうね、多分白川インターに次は入るみたいですね。イエーイ、あらす。さあ、また高速に乗っていきたいと思います。白鳥インターチェンジに今から入って高速に乗っていきます。高山方面ですか。うわ、すんげえ混んどるじゃん、これガンやん、これどう見ても混んでますね、これは。やれやれ、はいはい、これはすごい。高速降りてですね、下道に来ました。では行きたいと思います。よし、 ありがとうございます。ですね、高速をですね降りてですね、下道から行くことになりました。どうもですね、高速の案内のない看板にも書いてあったんですけど、どうも高速ね、ここから降りてね行った方がいいですってみたいなことがね書いてありましたので、そうします。ナビもね、イエーイ、ありがとう、ありがとう。なんかね、ナビもそのような感じになってましたんで、まあ、白川郷行くんであればここから高速降りて、白川郷まで行った方がいいそうです。うわ、暗いな。おうおうおう、なんか前回の動画とね引き続きなんですけど、下道降りるとね似たような絵なんですよね。まあ田舎っていうのはこういうもんっていうこういうもんなんでしょうけど、なんか自分で走っててもね、なんか同じとこ来てんじゃないかなと思うんですよね。なんか似たようなね景色がねやっぱり並んでますよね。まあもちろん違うんですけどね、向かってるところ全然。ただね、俺の動画はね、もう山ばっかっすね、本当に。受けたさ、いや、こういう道じゃないとね、もう、あれですよね、空いてない、道が空いてないんですよね。わ、すごいな、ここ。川が、でけえ。あ、それでね、山がね、うわ、すごい。時折ね、雪がかかった山がね、すごくね、綺麗ですよね。よー、イエーイ、ありがとう、イエーイ。わー、綺麗だな、本当に。いやー、多分これあれですかね、皆さん、まあ、バイク乗りの人もそうですけど、白川湖ですかね。あざす、イエイ。やっぱり今日は暑いせいかね、高速道路をちょっと走った時にですね、すごい人がいましたよ。 T シャツで走っている人がいましたからね。すげえなーと思って、やっぱりそれだけ暑いから薄着の格好をする人がいましたね。それもね、結構なお年の方だったんですよ、 おじさんなんですけど、元気だわ。やっぱりね、バイク乗りは元気ですよ。あの人ぐらいだったな、そんな薄着な人初めて見た。高速ですからね、バカ寒いんやけど飛ばすと。いやー、すごい。
まあ、だから GoPro はね結構ね気使いますね本当に。そのくせね重いんですよね。顎マウントね、顎が鍛えられるじゃなくて首が鍛えられる。はあ、真っ黒すぎるんじゃねこれ。ちょっとクソ暗いんですけど、やべえ。終始あれですね、僕はもう高速もそうだったんだけど、えらいねトンネルばっかりなんですよね。いやートンネルにね悩まされますね。よいしょ。お、あざす。いやまたトンネルですよ。真っ暗だな本当に。うわ怖怖怖怖怖怖。うわ真っ暗すぎて本当に分かんないよ。やばいな。うわシールド上げたいな、上げたいけど。あ、ここはまだ見やすいですね。いやー参ったなこれは。シールド上げとけばよかったな、こんなことなら。山がねすごいな。なかなかカーブがきついですよここは。ここは何ですかね。わおすごいね。なんか何これ、いやなんか山を削ってあるのかな。ダムサイドパークだって。あ、そうなんだ。これほらダムサイドパークっていうぐらいだから、こっちがサイドパークなんでしょうね多分。わあ山がねやたらとね今までにはないぐらいのデカさっすね。なんかやばいね、なんかデカさが半端ねえよ。国道156号線を走っております。いやーそれにしてもですね、ライダーの人がちょこちょこやっぱ走ってますよね。うわあ山見えるかなこれ。すげえ真っ白っていうか雪がねかかった具合がね最高にかっこいいですね。おおすげえ。お、なんか合掌造りのような感じですね。おえー、これあ、これもうそうなのかな。今のところはな、あれなんですかね、やっぱりああいう作りでちょんちょんと家があるんですかね、集落みたいな感じじゃないところも。
右側はね、なんか山がねすごいですよ。なんかなんて言っていいかわかんないんだけど、いやーこれはねやっぱり現地でね見てもらった方がねわかると思うんですけど、なんかね今までと全然違う、なんか山の大きさが迫力あるよ本当に。今ね23度みたいですね。まあまあね高いんですけど、やっぱ雲があるおかげでね随分涼しいですね。飛騨、あ、道の駅あるんですね、飛騨白川なんていうところが。ただねちょっと時間がね遅いんですよね、かなり。3時に着くだなんてね、ちょっともう2時間押しぐらいですもんね。家から出るときには1時半ぐらいだったかなには着くって書いてあったんですけどね、予定がね3時7分ですかね、結構してますからね、余計なとこはちょっと見とれん、見とれんという言い方変ですけど、目的地に行かないといけないですね。お、ここが道の駅ですか。わ、縦溝はきついね。イエーイ、ありがとう。わお、この道はまた後ろも前も俺しかいないぞ今は。もういやこの時間帯だから逆にね白川郷の方がさ空いててくれるとありがたいんだけどな。いやそれにしても道幅がね広いね、なんか一車線がえらい広いなこれ。わあ、あんなところにねなんか家が建ってますよ。なんかあスキー場って書いてあるね。イエーイ、ありがとう。グーってやってくれた。いや寂しくないよ一人でもこれなら。うわ、またトンネルだよ。もう勘弁してくれよトンネルが。もううわわわわ、ほんと見えへん。うわ、やばやばいやばい、俺より前がいないもんで余計怖いし、後ろは車が来てるしで、もうもうもう本当に。あ、そっか、ライト遠くしないほうがいいんだ。あかんやん、車前から来ちょるじゃん。おなんか今水が流れてたような気がしたんやけど、違うかな、気のせいかな。山すごいですね、だんだん大きくなってきたな。山の大きさがね出てきましたね、だいぶ。いやこの季節でもやっぱり雪ねあるんですね、やっぱり。いやバイク乗りの人かっこいいですね。おお、どうしてもねあの山見ちゃうね、すごいな。わお、ド迫力な感じがするな本当に。知ったか橋、へえ。すごいですね。ん？あそこは何だろうね、青い屋根のところは。あ、工場ですか。
あ、電線なのかな、すごいなこれ。あ、発電所でしたね。お、やっぱりね、水が流れてるんですね。いやー、それでもね、あ、なんかあれですね、結構ね空いてますね、ありがたい。もっと正直めちゃ混んでるんじゃないかななんて思ってたんですけど、今のところねスイスイ来れてますよ、本当にめちゃめちゃ助かる。ライダーだ、イエーイ、ありがとう。あ、まだだ、イエーイ、ありがとう。いやー、ライダーの方皆さん見てくれてますね、やっぱり。わーおー、絶景ですな、本当に。まあなんかね、こう削れた感じの山もね、なんか迫力ありますよね。いやー、ゴールデンウィークですけど、この辺は全然空いてますね。どこら辺から混むんだろうな、やっぱりあの集落あたりが混むのかな、すごく。お、た、お、ダムがすげえですね。見えたかな今、GoPro 撮れたかな。お、ライダーだ。イエーイ、ありがとう。イエーイ、ありがとう。うわー、川がね、綺麗だな。で、シールドはね、ちょっともう開けっぱなし行きますね。もう教訓。さっきからね、もう、トンネルに結構悩まされますんで、シールドは開けっぱなしで行きたいと思います。お、わお、すげえ風がビュービュー来るね、急に。あ、世界遺産、白川郷作り。白川郷ですね、世界遺産なんですね、やっぱり。出たよ、やっぱりトンネルあるよ、まだ。たく侮れんよな、白川。いやー、よく見える。ライダーじゃない？イエーイ、ありがとう、ありがとう。おおおおおおお、ライダーの方いらっしゃいますね。もうめっちゃ混んどるとは言い難いかな。いや、やっぱ混んでるね。いや、しまったな、これはやっぱり今入るべきだったかな。おお、縦溝が、こいこいこい。わお、すげえ今度ね。あらららららら。いやー、今んとこやっぱ入るべきだったかなー。わわわわわ、いいのかなこれ。いやー、わかった。歩いてくるかシャトルバスで来てください。ちょっとね、よいしょ。それでは駐車場に停めて白川郷を見てみたいと思います。
そういうもんなので、はい。